はいどうも、妖怪三国志国取りおず今回もやっていきます。次回のねイベント情報が出てまして、てっきりねスゴロクかと思ってたんですけど、メンテナンス情報がね来てまして、次のイベントねさすらいバトルということで、もうさすらい来んのかよって感じで、はい、新規ガシャで、年末年始イベントはまあおそらくねこれがあって国取り戦のところ見ればね1月11日こっちの群馬新会社も1月11日までなってますんで、5周年はね1月11日がもうぴったり、ゲーム開始日1月11日で、もうまさにぴったり5周年が1月11日なんで、まあこれがね最後のイベントになるのかなと思ってまして、さすらいバトルがねハロウィン加工トンこの前やったばかりなんだけど、もうやるっていうかね、なんかすごい違和感があるんだけど、まあ、もしかしたら群馬神かもしれないし、あ、これじゃねえ、ノルカソルカのね、ノルカソルカ、これ3突できるかもしれないから熱いな、はい、これはちょっと最後お見せしようかな。あとちょっとね、さすらいバトルっていうことで、国取りについても話したいんですけど、このさすらいバトルって、今の共闘もそうなんだけど、国取り強い同盟が有利なんだよね。そんでさ、ちょっとそれに一言言いたいことあるまあちょっとそれ後半の話そうかな。でほら陣地取ってたり制圧してるところがなんかこういうねまあこう群馬神だけど妖怪とかのね絆のドロップ率が上がるんで、なんかね共闘もそうだし、なんかだな、群馬神じゃねえやちょっとなんか全体的には嫌だなっていう感じがしますね。強い同盟が優遇されすぎてるっていうかね。で、これ去年見たら、これ去年ナタが4周年だと思うんですけど、去年もうスゴロクじゃないんだね。なんか、年末年始はスゴロクのイメージがあったんで、はい。あれだけどね、新しいイベントなんだろうね。ペアになるような組み合わせが、年末年始で、しかもクリスマスでね、多分来ると思うので、なんだろう、誰だろうね。なんとなく今のね流れだとこの辺のクリスマス出てこないクリスマス妖戦とかなんかね、あっちの、いや奉仕演技のなんかあれ来んのかなってちょろっとね思っちゃうね。でこの前すごろくだったね、あのロボニャンですごろくだったけど、でもよく考えたらこいつら26日までだからそうだよな、次のイベントやってるから、まあ年末年始だからサンタでもどうなんだろうな、サンタとあれだから太公望だ、太公望が出てこなかったね、はい、太公望と妖戦とかね、なんかそんなあれなのか、まあでもいいですかね。で私の方はマジマッチ、これねすごいよね、500強い同盟は500をね超優勢で勝つたびにゲットできて、であとほらプレミアムログインボーナスがねこれ25もあるんですけど、で何から話せばいいかな、一応群馬神は今回のイベントで2突だね、その前の花公園の時はこれ3突いけたんだな。で、多分1975あるから、もうあとね、600ないので、500ちょいなんでね、525なんで、まあ3突はいけんのかなって、4突はちょっと厳しいかなっていうんだけど、まあ一応ね、またまじまじ、まあこれは厳しいと思うんですけど、まあね、これでまたもらえて、だ強い同盟の方は4突、5突、強いっていうか、超強い同盟か。あの俺、これの割り振りもなんか、いまいちだなって。個人的に思ってなんかやだよね。で、まあ、これも強い同盟有利だからさ、1500と個人でね500位に入れそうだけど入れないんだよな。まあ1000もらえなくても750で2200だから、まあちょっと3突はいけそうだけど4突は厳しいなっていうね。でも超強い同盟、超上位のナンバーワン、ツー、スリーみたいな、そんなとこだと、4突いけちゃいそうですね。でも、もっと
上位にいるだろうから、個人でも上位にいるだろうから、ごとついけちゃう人もいるのかなっていうね、そんな感じ。あ、ギリギリダメですね、500位以内ギリギリ入れなそうだなって感じだかな。はい、でなんでこうやってちょっと言ってるかというと、まあさっきも言った通り、さすらいはね、その制圧してるところがあれだから、またやっぱ強いドロップ率アップするから強い同盟がねちょっと有利になるのと、あとなんだろうな、まあヤブヘビになっちゃうとかあるんだけど、これゴールドとシルバーでさ、シルバーはなんかあの生放送の話だとまったりで、ゴールドががっつりみたいなこと言ってんだけど、でもゴールドってさ、これ多分順位で報酬に差がないんですよ。だからね文句が出てないと思うんですけど、これ正直ねサーバー2の方ががっつりなんですよ。サーバー2じゃねえや、シルバーの方ががっつりで、私ねサーバー2のシルバーはもうそれは、まあサーバー2の方はね、しかもなんか空白地すぐ全部埋めちゃうみたいな、そういう戦い方をしてるので、正直ね、もともともうすごい血みどろの戦いになってるんだけど、そう、それもあるのと、で何が言いたいかっていうと、私今スタミナムめっちゃもらえたじゃないですか、プレミアムロビンボーナスで。私ね結構あと個人の227位って結構サーバー1の方ではかなりいいと思うんですよ。であとちょっと国取りパスも持ってるので、まあ移動もね毎回1回復するので、いいと思うんですけど、でも実際にゴールドの人で見てくださいよ、移動力エキスこんな余ってるんですよ。でこれね、これはもうサーバー1の上位の方の軍師の方が超優秀だから、まあね、さっきも言ったパスもあるんで、まあ、移動力がかなり節約できてね、こうやって余るんですけど、ただね軍師の方たちは予約すごい大変で、あ、ちなみに予約って同時に3つしかできないの知ってました？私この前初めて知ったんですけどサーバー2の方でやってて、そうで、かつね私ねすごいやってたじゃないですか、だけどスタミナムが45もあるんですよね。でまあ良かったです、共闘がさ、スタミナム別になったんです、それはすごい良かったんですけど、だって共闘さ、なんか今500位ギリギリ入ってたけど、500位ぐらいだったけど、昔だったらありえないですからね、スタミナムバカみたいに残してる人がすげえガーってやるから、あんな繊維すら入るのも大変みたいな、昔国取りだった、共闘イベントだったんですけど、まあこんなスタミナムのも残ってて、まあ正直ねゴールドがっつりじゃないんですよ。なんていうんですかね、戦いにほぼほぼ参加したとしてももう全然使い切れないっていうか、でさらにプレミアムログインボーナスでさ、さっきも言ったもん25もらえるから、プラチナになってるとね7日目にね、なのでなんていうんですかね、まったりなんですよね、気分的には、消費的には。なので軍師と同盟主さんだけがめちゃめちゃ大変で、でさらにサーバーにはね浪費してて、で何が言いたいかというと、その強い同盟に人が集まるようになってて、で軍師と同盟主さんなんて本当このゲームの宝なのに、なんかすごい存在だなっていうか、ゼニーがマックスになっちゃってるな、なんか存在だなっていうね。でアンケート取ってもそれはそのゴールドに所属してる人は全然楽ですよ、だってね、一生懸命みんなサポートしてやってくれるし、別に移動力もスタミナも全然足りてるから、むしろ余るぐらいなんで、がっつりの方がね、がっつりっていうかゴールドの方がね、なんで多分本当の不満ってのは平社員の我々も全然ないですよ、ゴールドの所属してるところ。まあちょっと上位3同盟とかにいる人はちょっと
恩恵がもっとあって、さっきもそう国取りで勝てば勝つほどどんどんこの名品も強化されていって、どん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 強くなって、強いところにを任すその要素はもうないんですよね。で、まあ、ただそれはさっきも言った通り、報酬が500あるから全然不満がないんですよ。これ冬にゃん500負けても500もらえるし、まあ、ジバニャン金貨には差はありますけど、うん、あれで、ただなんかその勝てない同盟主とか軍師の方ってなんか疲弊しますよね。なんつうんだろうな、こう虚無感というか、なんかそういう人たちをもっと報ってあげたいっていうか、なんていうんですかね、こう、いや、ゴールドのね、絆下げてくれって言ってるわけじゃないんですけど、なんかね、もう今もうどうしようもないですよね、強い同盟来たらっていう、なんかそれってそのままでいいのっていう、まあでもそうやってやってんのかな、こう、この順位に報酬、順位でも報酬に差をつけないことによってバランス取ってるのかな、はい、なんかそんな感じなんですけど、とにかくなんかね、なんて言うんだろうな、今本当にね、大勢の人が国取りにそんなに不満がないんじゃないかなって個人的には思ってて、まあそれはさっきも言った通り、全然スタミナも足りてるし、移動もさ、もう全然足りちゃってて、あれなんだけど、なんかそれでいいのかなっていうのはちょっと思うんですよね。軍師の人たちが一生懸命動いて予約してくれて、私もサーバー2だとたまにね、そういうことをやりますけど、サーバー2はさらにね、シルバーなんで、もうほんとさ、スタミナも買うぐらい、宝珠で買うぐらいやってるんだけど、そう、なんかちょっとそこがあれなんだよな、なんか、うまいことできてんだけど、ちょっとなんか嫌だなっていうね、シルバーの人たちは差をつけられて、がっつりで、もう浪費、消費させられる。ゴールドはもう勝ち目がないから、もうまったりして、まあでも、報酬に差がないから、なんか全然文句はないみたいな。なんかいいのか悪いのか分かんないけど、一応こんな現状があるんで、さっきも言ったとおり、私、サーバー1で200ないって結構すごいことだと思うんですけど、それでもあんなにスタミナも余ってて、移動力も余ってるんですよ。なんで、ちょっとそれ、どうなんだ、こんな、これがいいのかな、よく分かんないけど、はい。なんで、ちょっとさすらいバトルも、なんか、強い同盟有利っていうのは、ちょっとなんか、またなんか嫌だなっていう気分になるんで、なんかちょっとそれは飲み込んでほしいなということで、ちょっとお話しさせていただきました。ちょっとすいません、こんな話だったんですけど、はい、というわけで次はね、さすらイベントです。さすらってね、ぜひノルカをとにかくね、監督にしたいなと思います。ノルカ来てくれるといいですね。ノルカをね、これを三突にできればな、超混乱ね、ばらまきたいなと思ってます。そしたら大変だけどね、自分がいいけど防衛とかそういうの国取りで帰ってきちゃうね。はい、じゃあすいません、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。だ、同盟の軍師アンケートしてほしいんだよな。あーっと、そうだ、ウィスパー問題最初に言えばよかった。なんかウィスパーがギリギリ足りないらしいね。ごとつになったら強いのにね。そう、これ最初に話すんだったんだな、忘れてた。ウィスパーごとつクリスマスプレゼントじゃないよね、もしかして。そういうオチかな。